続いては六甲学院中学高等学校をご紹介します。学校紹介の VTR をご覧ください。ミッションスクールの男子校である六甲学院はカトリックの修道会イエズス会が1937年に創立した学校です。創立当初より変わらぬ教育目標は For Others With Others、 他者のために他者と共にです。この精神に基づき一人一人が与えられた才能能力を社会の中で発揮する人物を数多く輩出してきました。中高一貫校である六甲学院は効率よく先取り学習を進め、高2から文系理系に分かれ受験に向けての意識を高めます。そのため学院での普段の生活も生徒たちはメリハリのある一日を過ごしています。名目、授業や朝礼の前後名目を行い、沈黙のまま心を落ち着かせ気持ちを切り替えます。生徒一人一人の主体性が大いに重視される六甲学院では、学校生活から文化祭や体育祭をはじめとするイベントの企画運営まで全てを生徒が中心になって行っています。生徒が生徒を育てるというこの六甲ならではの活動の一つ、六甲の掲げるフォアザーズ・ウィザーザーズ、使えるリーダーになるための、ある意味訓練というか、日々の学校生活から学べることが六甲はほんまにたくさんあるんで、自分でも成長できたなっていう実感できる6年間だったなというふうに思います。生徒の自主性や自立心を養い、学校生活を通じて強い心と体を鍛えます。また六甲学院では人間力の育成に役立つ教育環境も充実しています。6200平方メートルの広さの人工芝グラウンド、全校生徒収容可能な講堂、およそ6万8000冊の蔵書を有し、放課後は自習室にもなる眺望抜群な学習センター、開放的な職員室は休み時間や放課後には質問に来る生徒たちでいっぱいになります。最新の設備を備えたコンピューター室、憩いの場でもある食堂、そして体育館など、恵まれた環境のもと心身を鍛え学びを深めていきます。スタジオには六甲学院中学3年生の大坂正幸さんと、入試広報室長の篠宮豊先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして永遠の指導員熊先輩にもお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お辞儀した熊先輩、よろしくお願いします。熊先輩は有名人、篠宮先生、どなたでしたっけ？主に SNS の、アカウントを運営なさってる、学内を先輩が練り歩いて六甲生の日々を伝えてくれています。へー、楽しい試みですね大坂さんにとっても身近な存在ですか？そうですね、学校のいろんなところにいらっしゃってで、みんなの活動とかっていうのを、多くの人に発信してくださっている、偉大な先輩っていう形です偉大な先輩なんですね。はい、そんな六甲学院なんですけれども、大坂さんが志望された理由はどんなところにあるんでしょう？その六甲山の上の方に学校が位置していて、グラウンドも広く、そのため運動ができて、でしかもその、ちょっと離れたところにもあって、勉強にも集中できるんじゃないかなって考えたのが一つです。なるほど。で実際入学されてみて学生生活どうですか？実際にいろんなことにも集中できて、先ほどあったように、思ってたよりも先生との距離が近くて、気軽に質問もできるし過ごしやすい環境になっています。じゃあもう今日も和気あいあいと仲良く一緒に来たんですね空気感がね、いい感じですもんね。そうですね、何でも話せる先生と生徒の関係ってなかなかないですよね。あとね、なんかすごいことされたんだって、世界で活躍されたとか聞いたんですけど。私の趣味として、ロボットプログラミングっていうのをやっているんですけど、その中でそのロボコンの大会に出て、世界に出場させてもらいました。すごいですね。日本代表ということですもんね。そうですね。で世界大会ではどうだったんですか？実際の競技では6位だったんですけども、それよりも嬉しいことがあって、
まあ、そのチームアワードっていう賞をまあ受賞したことで、うん、その前までは競い合っていた、うん、そのチーム他のチームの人たちからの選手間投票で最多得票を得た人に、まあ、得たチームにですね与えられる賞で、まあ、そちらの方が私はまあ実際認められたっていう感じがして嬉しかったです。いやめっちゃ嬉しいよねそれ、本当ですね。だって自分と同じ立場の、ね、子たちが投票してくれたってことだもんね。そうですね。こういう生徒さんがたくさん活躍されているのが六甲学院なのかなと思うんですが、先生いかがでしょうか。自分のこう得意なことしたいことにこうぐっと没頭してこの道を極めるみたいなあの六甲生がすごくいて、あのまあ文化部もうち数多くあの活発にやってるんですけど、その結構その高校の先輩があの後輩の子この子すごいんですよとか言って機器として紹介してくれたり、私たちも職員室であの中学生の生徒とかにはこの子本当にすごいねっていうこと結構あのなんかやっぱりあの本当六甲の財産はもう六甲生で、もうその子たちのことを私たちも誇りに思いますし、あの先生って立場ながらなんかこう教えてもらうことが本当に多いなって感じてます。すごい。じゃあ生徒さん一人一人が長けてることをさらに磨きをかけていってっていうスタイルなんですかね。そうですね、そうありたいと常に思ってます。いやすごいな、はい、はい。それでは授業の特色や学校生活を見ていきましょう。 VTR をご覧ください。六甲学院の最も大きな特徴は生徒が生徒を育てるということです。その最たるものが中1指導員の存在です。高校2年生が新入生の教室に入って1学期間授業以外の時間を共に過ごし、六甲生としての基本を身をもって教えます。僕も中学1年生だった頃に、高校2年生の当時の先輩が指導員として非常に僕たちのことを支えてくれて、それもかっこいいなと思って指導員になりました。自分から動くことが入った時よりずっとできるようになったかなと思ってます。パッと見て困ってる人がいたらスッと動くっていうの視野の広さは獲得できたなと自分では思ってます。六甲に入ってすごい人の役に立ちたいなっていうのがあって、こうありがとうと言ってもらえるとものすごい嬉しかったり、その中1指導員としてその見ないから感謝されてるというか、みんなの役に立ちたいなっていう思いからやろうと思いました。後輩を指導するっていう役割がいっぱい他にもいろいろあったりとか、あとは海外に研修する機会だとかもあったりして、本当にあの自分の知らなかった世界をいっぱい見る機会があるということで、ものすごい視野が広がってではないかなと思います。1日の授業が終わると当番の生徒が教室、廊下、トイレなどを丁寧に掃除します。その際の指導も生徒から選ばれた訓育委員が行います。おじいがもともと六甲の卒業生で、それでいろいろな行事とかの話を聞いたので、それに興味を持ちました。総行進の話を聞いて、それがすごいなんか大変だけど達成感がありそうで、入りたいなと思いました。六甲学院の伝統行事体育祭では全校生徒1000人によるパフォーマンス総行進が行われます。この総行進の企画、演出、演技指導も全て体育祭委員が行います。僕が小学校4年生の時に親にちょっと無理やり気味にこの六甲学園の体育祭に連れて行かれて、そこで、全校生1000人の一糸乱れぬ行進を見て、うわかっこいいなって思って、絶対この体育祭委員長になってやろうって思って、そこでこの学校に入ろうっていうふうに決めて、六甲学院のリーダーにならしてくれるような機会を与えてくれる教育だったりだとか、挑戦する人を全力で応援してくれるっていういい学校だと思います。六甲学院では各自の自主性を重んじ、一人一人の生徒が今自分は何をすべきかを考え、仲間と共に問題や課題にあたる経験をすることで問題を解決する知恵と能力を養います。三船さん、生徒が生徒を指導するという姿は印象的ですよ ね。だから学年を超えてそういう交流があるって、やっぱ社会に出てから もう即役に立ちそうなことを学べるって 大事ですよ ね。そうですよね。先生、この指導員はどうやって選ばれるんでしょうか。六甲にはいろんな体育祭文化祭含めていろんな役員があるんですけど、この指導員だけは大変な仕事っていうこともあって、職員室からの指名で、高校2年生が4人、人物学力ともに優れた4人が、選抜されるんですけど、高校1年の終わりぐらいに
ちょっと指導員やってくれないかってこう依頼をして、まあ、引き受けてもらう、まあ、みんなちょっとあの結構人によってはあの依頼された時にも泣いて、はい、憧れるそうですねみたいな、はい、で大阪さんも実際指導員の方にいろいろ教えてもらったんですか。そうですね、まあ、自分たちがロッコのことを全く分からなかった時に、まあ、一からそのどうやって過ごしていけばいいかなどを教えてくれて、まあ、非常に頼もしい、まあ、信頼できる先輩でした。大事ですね、そういう先輩がいるってね。何かあったら助けてもらえるもんね。いろいろな相談にも乗ったりしてくれて、まあ、勉強もどうやってやっていけばいいかっていうのも、まあ、教えてもらいました。あ、そういうこともなんだ。あと私すごいかっこいいと思ったのが、うん、あのみんなで裸になって走行シーン、走行シーン、あれはすごい伝統的なものなんですね。そうですね、本当に長らくあの6校でもう在校生、もう6校生中1から高3までの1000人で一つのパフォーマンスを、うん、もうデザイン企画で指導も全部こう高校生がああいうふうに、やっていくので、で、まあ、長らくあの、上半身裸でやっていくのがあの伝統だったんですけれども、まあ、あの昨年から、まあ、ちょっとそういうところも見直していいんじゃないかというようなことがあって、今はあの、まあ、着て更新してもいいし、うん、当然こう役員たちはもうあの伝統を自分たちで守りたいという意識がすごく強いので、脱いでやってるんですけど、別にそれを強要することもなくて、うん、でそれが昨年からなんですけど、こう服を着た子もデザインの中に入って、それがむしろそのデザインとしてはこう一花添えることになって、あのよりこう一つこう高いレベルに達したなという体育祭になってます。確かになんかこうデザイン見ててもピーって白い線が綺麗にね入っていってかっこよかったです。ありがとうございます。員たちも喜ぶと思います。それでは篠宮先生、説明会入試情報をお願いいたします。はい、9月に6校では文化祭がありまして、9月21、22の土日、この日はあの駐車場もありますので、ぜひあの、間近で6校生を、楽しくおもてなしする6校生を感じていただけると思うので、ぜひお越しください。それからあの入試説明会の方が、10月5日それから26日のこれも両方とも土曜日なんですけれども、この日に行います。あのこの熊の、あの SNS アカウントの方でもあの事前に予約の日取りや、それからあの予約サイトへの誘導をしてますので、ぜひ熊の方も、ご覧いただいたらと思います。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、大阪さん、篠宮先生、そして熊先輩、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。